すごいすごい。なんかみんながプレゼントしてくれるからありがとう。なんかクレジットカードじゃないと買えないっぽくてさ、これのなんだろうカードが、そうかわいいこのギフトで、だからこのわーこれダメだ買え、何も作れないなと思ったら皆さんがプレゼントしてくださるから本当にありがとうございます。あ、地引きはねまだしてなかったと思う。いらないし、したっけしてないっけ、興味なさすぎてありがとうみんな、嬉しいよ。日向さんの公演の送ってくださって可愛いのがいっぱい出るから幸せです、本当にありがとう。送ってくださる方本当に、自分がコレクション見たいだろうに、なんかさコレクションしたいだろうにさ、わざわざ私にプレゼントしてくださって、自分のために使ってね。今日はチーズ、デザートチーズ食べます。あ、消えちゃった、頑張りすぎた。マリナさんのレアね出たんだよね、うん、いいでしょ、超可愛かったよ、えぐいよ。何味？とちおとめいちご味、めっちゃ可愛かったよ本当に、なんか人間じゃないぐらい可愛かった。いただきます。トレードしてください、トレード機能ないよね。ね、私さ、スイズさんが、全然出ないの。全部、どっちも出なくて。出ないんだよね。びっくりするぐらいで。推しは出ない、そうなんだ。4期生の前座見るの初めて、え、やったね、待ってるからね。いけない人結構いっぱいいた、メールの返信とかでも。残念だ。やったね、待ってるよ。20日もあるから、そうそういっぱいあるんだよ4月は。あとまずあさってのコンサートも久しぶりにみんなと会えるし、なんかしばらくは会えるよね。17も会えるし20も会える。最近アンナちゃん気になってきた、やった。ちなみにアンナの名は野菜の菜です、覚えてね。新潟桜満開で今めっちゃ綺麗だよ。アンナでした、さお願いします。アンズのナッパ、そうです。あ久しぶりに見た。アンナの虜になりました。奥村さんちの桃ってついてるけど浮気しちゃってるの、桃ちゃんから私に。コンサートの座席中昼夜とも、えっおめでとう、すごい
しみだね、みんな。ニコ生さんでも配信があるみたいなので見てね、お時間あったら。楽しみだけど寂しいんだよ。なんか日向さん見るたびに切なくなっちゃう。なんかそれもう寂しいんだけど、どうしよう。いいことを話すると、いやこれコンサート終わってからの方がいいかな。どうしよう、終わってからも話すってことにして、詳細はまだ言わないけど、最近めっちゃはるかさんとお話ししてるってか、一緒にいる、いさせてもらってる。最近、ま、本当にメロくて、はるかさんがニューソンかも。いやコンサート話終わってからもう一回この話したいんだよね。あ、はるかさんは村長さんのはるかさんです。なんかね、そうコンサートの後も配信してするときにさ、また話したいことがあるんだ。明けあって無言になります。明け明け了解。話す話す、超話したいんだよこれ。本当に楽しみにしてて、楽しみにしててか、私が話すのが楽しみなだけなんだけど。そう、だからスタコレの、お気に入りカードみたいなやつはるかさんにしてます。はるかさんとひなたさんとまりなさんにしてるかな。全然ね、なつきさんが出ないからさ、なつきさんが出たらすぐに入れたいんだけど出ないんです。まだお会いできてないんですよ、スタコレの中で。推し変じゃないですよ、全然推し増しです。でもやっぱりお気に入りカード全部あなたにしてますね。見た。それ見た。4枚ぐらい私の全部同じ写真だったよね多分。恥ずかしいんだけど、あれ全然可愛くないじゃん。誰と変えるつもり？変えないよ。5枚ぐらい設定できるから。アンナちゃん全然出ない。ごめんね、なんか恥ずかしがり屋みたい。私のカードが。そんなまだ出ない。本当に？え？本当に？そんなに出ない？
出なくていいよ、可愛くないよあの写真恥ずかしいもん。いいね、ありがとう。いいえ、こちらこそ。なんか何言おうとしたんだっけ、何言おうとしたんだっけ。あのアルバムの見方があんまり分かんなくて、だから私のアルバムにいいねしてくれた方とか、あとはプレゼントしてくれた方とかにのプロフィールは飛んでアルバムにいいねできるんだけど、どうしたらみんなのが見れるのか分かんないんだよね。実はお姉は出ました。え、あ、普通のやつは出た気がする。レアは出てないかな。そう、何話そうとしたんだっけ。村長が可愛すぎちゃってアンナちゃんのこと書いてるよ。え、いつの話。それはいつの話だい。ちなみに仕事終わってそろそろ帰宅できそうです。お疲れ様。もう今週はあと2日になり、ん、今日木曜日、あと1日、あ、あと1日。そして土曜日はコンサートなので楽しみだね。頑張ろう。あと1日。8時半のやつ、何、嬉しい、嬉しすぎる。はあ、はるかさん大好き。腕組んでました今日、座りながら。話したいけど話すことないなと思って、何話せばいいか分かんないから腕組んでました。さ、はるかさんってほんと髪の毛がツヤツヤなんだよね。肌も綺麗だし髪の毛がめっちゃツヤツヤ。めっちゃ熱くった。ありがとう。なっちゃんが嫉妬するわけ。え、嫉妬しないよ。なつきさんひろかの方が好きなんだよ。今日ひろかに話しかけてたよ。動画、ひろかのリハーサルの動画撮って話しかけてたし。いいもんね。分かりきっていたことだ。多分なつきさんはひろかみたいなタイプが好きだから。私みたいなうるさい女好きじゃないよ多分あー落ちちゃう。危ない、危ない、危ない、危ない。スイスはカッペちゃん推し多分ね、四期生の中ではね。最近アンナちゃん優しいって、お、なんだ言い方が悪いな、最近という言い方が前まで異常だったみたいじゃん。なんか結構許容範囲広がってきました。あんまり嫉妬しないし。何食べてるの。チーズでーす。甘い、甘いチーズ食べてる。圧減った言い方が悪いな。なんかあんまりしない
ようにしてるっていうか、そんなに何でも良くなった。地図は2個目です。そして2個で終わりです。成長かな。なんでだろうね。何でもいいかなって。そう、戻ってきてくれれば何でもいいよ。私の配信でお話ししてくれて、でメールとか返してくれて、それだけでいいんだよ。楽しみにしてるからね、メールの返信も全部。すぐ戻るよ。メール今日の分送りますね。お願いします。メールの返信待ってます。返信遅くてごめんね。いやいや、そんなに頻繁にね、私も開いてるわけじゃないから。メール返信できてなくてもいいよ。時間があるときに返してくださると。メールの返信なんかメール 長く返してくださると嬉しい。読み応えがあるメールくださると嬉しい。時間があるときにささっと返してくださったらいい。22時まで読める。そう、まずはメールを取るとこからします。無理はなさらずということで。あさって新潟コンサート行く。やったー、楽しみにしててください。最高です、このコンサート。絶対楽しいから、ぜひ来て楽しんでね。ユンキス一押しのアナちゃん、嬉しい嬉しい嬉しい。ちなみに今日は9時までなんで、直前にお知らせお願いします。ちょっとしか撮ってなくてごめんなさい。なんで謝るの。謝らないでよ。動画さっき、この間送った。まだ切ってない。今日切る。うん、今日切る。ちょ、前髪切るって言ったのに、なんか巻いたらそんなにあれかなと思って。そしてポニーテールだからさ、この辺でもグッと固めてもらうとね、前髪がヒュッって後ろの方に行くから、切りすぎるとこの辺になっちゃうの。お姉に切ってもらったら自分で切れるよ。前髪は自分で切れるよ。こうね、前髪がクッて上がっちゃうから、あの切りすぎないようにしないといけない。コンサートオンマイで出たくないから、オンマイは嫌い。嫌いっていうか嫌いっていうか似合わない。アンナちゃんはバフだから。言われたことないんだけど。全然大人なんだけど。あの壁車さ、壁車めっちゃ斜めじゃない？なんかアシンメトリーみたいな。あの日の前日に、壁車を撮る日の前日に
触覚とここと前髪切ったんですよ。めっちゃ失敗した。こうなってたよね。まあいいんだよ、もういいんだ、諦めた。あんな指名手配犯みたいな顔してさ。みんな笑ってるのに私だけ、私だけなんか怖いんだよ顔が。なんかだからラスタコレのなんだっけなんだっけ、メールのさ送ったじゃん、なんかあのスタコレ始まるよって、あの写真もさ、あの壁写が使われるじゃんか。これ載せようかな、どうしようかなと思って、まあ宣伝と思って載せてみた。なんかね、写真に撮られるこの顔にピンときた、やめてやめて、捕まえないで、この顔にピンときたらってやだな。やめてください。クールな表情、あれね、あの実は笑ったバージョンもちゃんと撮ってたんだけど、なんかあんま笑わない方が綺麗に映るかもってカメラマンさんとかスタッフさんが言ってくださったから、笑わないで見たらあれだよ、もうびっくり。もうびっくりだよ、聞き顔なんてない、ない、ない、あれで聞いてたら怖いでしょ、出来が悪すぎる聞き顔、まあ、出来が悪すぎる聞き顔だよね普通に。次の壁写はもっと可愛く映るように頑張りますけど、笑ったバージョンはメールなどで、はい、言ってますの、送っておりますので、はい、壁写クールな印象、本当に最悪。本当に最悪、もうね最悪、みんな誤解してたでしょ私のこと、最初なんかあんまり笑わない子なんだねとか言って、ねえ笑うから下手くそなだけだから。写真撮られる時に笑うのが苦手なの、あ顔が引きつる、なんか脅されてるみたいな笑い方するんだよね。次は完璧にするから。なんか生写真も今は本当に可愛くない写真ばっかり言って申し訳ないけど、次こそはリベンジしようかなって思ってます。だからみんな会いに来て、私を誤解しないで、お願い会いに来て。写真写り悪すぎるんだよね。今なら笑える、笑えるよ、いやいつでも笑えるんだよ本当は。本当はいつでも笑えるんだけど、写真撮られるとちょっと笑顔が引きつるっていう。うん、ひろかとかめっちゃ可愛くない、カメ写。めっちゃ羨ましいなと思って、そう、配信や実際に会うと好印象、あ本当に嬉しい、会いに来てねみんな、私は本当に会わないと、お腹鳴った、会わないと良さがわからないと思うんだ、そうでしょ、受付で見る私の方が写真よりいいでしょ、多分そうだと思う。あ、いちごが出てきた、パンから。ありがとう、あさってが待ち遠しいね、私も待ち遠しいけど待ち遠しいけど寂しくて、どうしよう、もうどうしよう、無理無理
無理、卒業しないでよ日向さん、寂しいよ。受付は超美人だったね、嬉しい嬉しい。ね、なんかメンバー同期にも言われんの、ももかとかさ、アンナって写真写りマジで悪いよねとか言ってもう分かってるんだよみんな、私の写真写りがめちゃめちゃ悪いし、そう思ってる。あ、なんか写真写りが悪いっていうか、実物の方が可愛いのにもったいないよねとか言って、そうめっちゃ褒めてくれるんだよメンバーのみんなも、私のことを褒めてくれるけど、ナギとかめっちゃ、あとタカシとヒロか、メリーもか、でもなんかメリーに褒められてもなんかバカにしてるみたいに聞こえる、笑いながら言うんだもん、あんな可愛いよねとか言ってバカにしてる。めっちゃ褒めてくれるけど写真写りは悪いっていうのはみんな周知の事実かな。そう、ヒロカじゃなくてメータンね、人の顔褒めるときめっちゃ笑うから褒められてんだかわかんない。受付で魅力に気づけてよかったねえ、ありがとう。受付ね、結構話す時間があるから。4期生の中ではたかしの次に可愛い、え嬉しい、たかし可愛いっしょ、なんかどんどん可愛くなりそうな顔してるよね、たかしって背も高いから。たかしは癒しね、可愛いよね、妹だから。奈々ちゃん、奈々ちゃんはって何の奈々ちゃん？奈々ちゃんも可愛いってこと？奈々は可愛いよ。最近ね、奈々って呼んでないけど、磯かザキか、磯かザキだ。あの子かわいいよね、なんか赤ちゃんみたいなんだよね、笑いのツボが浅くていっつもキラ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 赤ちゃんみたいに笑う。磯崎奈々はちょっと長いから磯か崎で呼んでます。めっちゃ赤ちゃん、磯崎は隠れ赤ちゃんですよ磯、そう年上なんだけど5歳ぐらいした、多分ナナとは呼ばない、ナナね、呼ぶ時もある、気分。あおちゃん私のこと好き、え、そうだよ、あおちゃん私のこと大好きなの、てか私はモテるからいっぱい好かれてるから、4期から4期からのモテ女、モテ女の一番は私だと思ってます。羨ましいでしょみんな、そうモテ女ありがとう、みんなありがとうモテ女、そう私モテ女ごめんね、ありがとう自称じゃなくてやめて、公認のモテ女4期ありがとうみんな。うんうん、モテ女、はいはいモテあんなそうそう呼んでください、お願いします、モテあんなです。私も最近さらに推しが増えてるのでどうしようって、アンナちゃん女子校でめっちゃモテそうね、ないそれ、女子校じゃないとモテないみたいな、みんな何私のこと好きじゃないの、
男の子からモテるんじゃないの、みんな嫌いなの私のこと、もしかして、もしかして嫌い。うざ、本当にうざい、どうしよう、今日うざいね、テンション高いから。でも確かに自分でもそう思う、あの女子校にいたら絶対私モテモテ。でもごめん、掃除してない人を叱っちゃうタイプなんだ、正直ね。がみんななんか嫌いにならないでね。叱られたいぜ、叱られたいぜ、しんどいかも。面白い。そう、なんか男の子であのまとまってさお話しして、掃除しない子いたらちょっと男子掃除してって言うかもしれない、ごめんね。風紀委員、風紀委員じゃないけど、はい、お見送りでこられました。怒ったっけ、あ、うちは、うちはの話、そういう子いたわね、やだ嫌いにならないで。そう、合唱コンクールの練習超おもろい。そう、そういうことですよ、皆さんちゃんと掃除してくださいね、掃除と合唱の練習してください。学級委員やったことあります。木本が怒ってるね、言われちゃう、どうしよう、みんな嫌わないで、いい子にしてたら怒りません、日曜日したよ、いい感じ、怖い、怖いって言わないで、怖いって言わないで、怖くない怖くない、発声練習ルーティンお願いします。アンナちゃんに注意されたくてサボっちゃいそう、サボらないでください、お見送りも優しくしてください。え、いいよ全然優しくするけどさ、まずななみさんとななが、あの、いいってことを理解したからいいよ、お見送り優しく、全然いいよ。優しくするよ、楽しみにしてて、劇場の受付に注意されたい。何を注意すればいいんだろう、マスクと帽子取ってってこと。スタッフさんが言ってくださるか、うちはありがとう、嬉しい。コンサートだと目が悪いから見えないかもしれないけど。はい、ちょっと男子ちゃんとコールして、コールね、いっぱいしてください、日向さんコール、卒業コンサートでね、楽しみだね、楽しみだね、みんな、はい、私は相当目が悪いんです、13日もお願いします、早く会いたい、会いたいよみんな、早く会いたいよ、本当に久しぶり、早く会いたい、とあるメンバー神セトリ、本当にそうです、神セトリなのでマジで楽しみです、楽しみだし楽しみにしててください、はい、ねえ会いたい、もう早く会いたい、会いたい会いたい。みんなに会いたいよ、チャットにも書いたけど、楽しみだし、そう、でもあっという間だったよ、結構レッスンのリハ期間っていうの、そう、会いたくて震える、あ、会いたい、
アンナちゃんに会ったことない。機会があったらぜひ会いに来てください。てん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 、あーワクワクしてきたね。あさってだよね、やばくない、あさってだよ。あー今日うるさ、どうしたらいいんだろう、今日うるさ、ごめん、うるさいって言わないで、今日うるさいけど、うるさいって言わないで。うー1ヶ月お高なかった間期間、1ヶ月もあったの、卒業公演以来だから。まあ確かに、そっか、普通の公演だと1年じゃない、1ヶ月ぐらいか。久しぶりだみんな。あ、壇上読んじゃおうかな、ありがとうみんな、58分ありがとう。今日謎テンションやめて、設定やめて、はい、読みますけれど、13円マサ佐藤さんありがとうございます、12龍さんありがとうございます、11位のパパさんありがとうございます、10位大関さんありがとうございます、9位直くんさんありがとうございます、8位マサさんありがとうございます、7位ヒロポンさんありがとうございます、6位ダイさんありがとうございます、あーみんながコメントするから名前が、5位スマイルさんありがとうございます、4位トシさんありがとうございます、3位マツアさんありがとうございます、2位グッチさんありがとうございます、ごめんシャンって言っちゃった、1位日焼けさんありがとうございます、ありがとう、まだちょっとあるからまだちょっと話そうね。コンサート終わるとね、コンサート終わるまでできないかもしれないけれども、がまあ話せてよかったです皆さん、配信ありがとうじゃん、ありがとうじゃん、あーバイバイしたくない、無理、もっと話したい、アンナちゃんまたね、またね、はっ、やだ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 、もっともっと話したい、名前変えました、ありがとうありがとうね、今日見に来てくれてありがとう、コンサートで会おうね、またね、あーやだ、もうちょっとだけギリギリまでやろ、まだバイバイしないでよ、ギリギリまで話そうよ、いい夢見てね、みんなも見てね、コンサートでアンナちゃん見ます、見に来てね、わー9時だ、じゃあねおやすみ、またね、バイバイ。